気がつくともう夢を見ていた。そこは穏やかなクリーム色の世界で、音は何も聞こえなかった。私は細長い廊下の始まりに立っていて、両側の壁には何でもない扉が均等な間隔を置いてつけられていた。それは本当に何でもない風景だったけれど、普通と違うところがただ一つあった。それはいくら目を凝らして見ても、その廊下には突き当たりがないということだった。吸い付けられるようにもう扉を開いていた。恐る恐る覗き込む。中は真っ暗。何もないのかなと思って閉めようとした瞬間、何かしら金属的な音が耳に飛び込んできた。まるで中に工場か何かあるみたいだ。部屋の中なのに工場なんてことあるだろうか。ハッと気づくと、真っ暗な奥からオレンジ色の光がぼんやりと滲んできている。連なる山が見えてくる。そしてその頂に今にも姿を隠そうとする太陽の光が見えた。山裾にうずくまる工場の屋根がきらめく。これは夕暮れの風景だ。扉を閉めると、もう元の廊下だった。焼けつく夕日がまだ目に染みていた。夢の中の私はもう当たり前のことのように次の扉へと向かった。扉を開けると、私はもう街の往来に立っていた。昼間、市電が髪を跳ね上げてけたたましく過ぎていく。
ブロックコートに山高帽、滑稽なほどに頭を膨らませて不似合いな洋服を着た女性たち。日本には間違いないのに、記憶は乾いたセピア色、どこからともなく流れる軍歌。これは飛んでしまった。穏やかに涼しい日常の匂いが鼻をくすぐった。いい天気だ。
真っ白の中から懐かしい日本家屋が浮かび上がってきた。そしてその縁側におかっぱの女の子が着台に足をぶつけながら少女雑誌を読んでいるのが見える。なんだかひどく見覚えのある顔の少女はとうとう寝入ってしまった。ふと縁側から見える箱庭の片隅に、ちょうど垣根の下あたりに小さなゴムボールが目に留まった。とみるみるそのボールが膨らんでゆっくりと回り始める。その中に鮮やかにカラフルな風景が現れてきた。風にそよぐポプラ並木、聞き慣れない言葉のさざめくカフェテラス、栗の焼ける甘い匂い、あ、遊園地だ。I'm not afraid to die.
Thank you.
新聞の見出しは今日も嵐を予感させる。
時のようにパッチリと目を開けると、私はもう扉の前に立っていた。
あんなに果てしなく見えた廊下だったのに、この扉は廊下の一番突き当たりにあった。不思議な気持ちでいっぱいになりながら、私は最後の扉を開いた。おびただしい数の客席が向こうを向いている。突然スポットライトがステージを照らす。 Good evening, ladies and gentlemen. Would you please welcome?者どもに聞きつけられると後がうるそうございます。特にあのイカレポンチ娘などは、いや失礼それでは皆様、またいつかお目にかかれる日を楽しみに。
Bye.
しいわね。レースのカーテン引きましょうか。あなたなんだか不思議よ。照れちゃうだって涙が出そう。幸せ二人が
許しよう
Yeah.
ことを避けるほど嫌いになったのかまだわからないの。なぜなぜ私はそれでもまだこんなにも好きなんて、なんでかな。描いた未来だけ消えてゆく。
しい